ねえねえお父さん、お母さんは今日お出かけ？うん、お母さんは携帯電話を落としてしまったので探しに行ったみたいだよ。お母さんも最近物忘れが激しいと言っていたからね。本当だね。花子も買ってあげた携帯電話はなくしてはダメだからね。はーい。今日はお母さんの代わりに iPhone をなくした女性の恐怖の話をしてあげるね。iPhone をなくしたらどうなるか。私がこの恐ろしい事件をシェアしている唯一の理由はみんなに警告するためだ。それは人生を台無しにする可能性があるので。私は最近ニューヨークのスタジオアパートに引っ越した。私の家族もニューヨークに住んでいる。だから何にせよ楽ちんである。私はこのアマゾンで電話オペレーターとして働いている。独身なので給料は自由に使える。私は iPhone が大好きで長年使っている。私には悪い癖がある。それは忘れ物をよくすることだ。 iPhone を置き忘れて生き地獄を味わった経験の話がある。土曜の夜だったので友達と一緒にナイトクラブに行く予定だった。クラブに入ると DJ が演奏する大音量の音楽で狂ったように踊る人々。私はすぐに数杯のテキーラショットを飲み干しダンスに熱中した。酔った足取り、少し休憩のためにバーに座って水を飲むことにした。前回のように嘔吐したくなかったので、私はバーに座って水を注文した。20代後半の男性が少し離れて座っていて、とても奇妙な笑顔で私を見ていた。Facebook に後で投稿するための自撮り写真を撮り始めるように、その男を見ないようにしていた。おかしなことに、スーツを着ているのは彼だけだった。私は長い間このクラブに通っているので、この種の男性を知っている。彼に少し微笑むような素振りをしたらどうだろうか。多分彼は私の飲み物の代金を払い、そしてベッドに連れ込まれて終わりだ。ちょっと遊び心が先行し、彼に微笑んでみた。彼は立ち上がってすぐ隣に座ってきた。長い間あなたを気になっていた。今のあなたは本当に美しい。馬鹿げた古い口説き文句で笑いそうになった。スティーブと呼んでください。スティーブ、あなたの仕事は？会社の経営者です。お名前は何ですか？彼は嘘をついているとかなり確信していたので、本名を言わずに、それで、リリーです。ニューヨーク大学で勉強しています。私はハイスペックな女性を演じるように嘘をついた。彼は再び微笑んで、飲み物をおごります。ありがとう。なんだかんだで飲み物を数杯おごってくれた。そして気軽に話しかけてきた。自分がどれほど裕福かの話をしてきた。若い素朴な女子大生にとっては好印象と映るでしょう。途中で私の電話に通知が入った。ジェニファーからのメッセージだ。このみすぼらしい男なんてほっとけ、と。私は笑わずにはいられなかった。あなたのボーイフレンドから？あなたには関係のないことです。ふらふらしている大学生のところで時間を無駄にしないでください。これらの飲み物を飲み終わらせて、私のペントハウスにご招待しましょう。あなたは私のバルコニーからの眺めを気に入るはずです。すみません。私があなたのペントハウスに行くと思う理由は何ですか？何？あなたが私に微笑んだ理由ですよね。申し訳ありませんが、全く理解ができません。あなたはとても素直だな。あなたにヒントをあげよう。あなたは一緒に夜を過ごすべきだ。私は彼の大胆さを見て、唖然としていた。すいません。飲み物の代金をお返しします。私は少し酔っ払ってますし、よく物事を考えてなかった。彼は私の手を握り、不気味な言葉で言った。やめてください。今やめれば、あなたを叩く必要はないわ。もう付き合いきれない。そして、恐れと怒りから、
彼の顔を平手で叩いた。すると私の友人がバーに急いできて、彼らは私をクラブから連れ出した。スティーブは引き続き静かに座っていた。彼は冷静で何事もなかったように座っていた。私が彼の視界から外れるまで瞬きせずに私を見つめていた。私は車に乗り込み、ジェニファーは私を家まで送ってくれた。その途中、ナイトクラブで電話を忘れてしまったことに気づいたとき、私たちは途中で引き返し、バーまで戻った。私はスティーブとの喧嘩で気が動転しており、iPhone を忘れていた。探したけれど、おそらくスティーブが盗んでいった可能性があった。警官のところに行って、携帯電話の盗難の報告をしようとしたが、今回はこのような思いがけないトラブルの責任を負っていたので諦めた。私は警官が無料の飲み物を手に入れるためだけに男とイチャイチャしていると判断するだろうと思ったからだ。ハメを外したのは私にも非があると言われるだろうから。その夜、私をさらに怖がらせたのは、私の写真が全て電話に入っていることであった。愚かだったので、私は電話にどんな種類のパスワードもかけていなかった。私は独身で一人暮らしのため、何が起こるか怯えながら、数日間、ソーシャルメディアアカウントを監視し続けた。しかし、何も現れなかった。だから私はゆっくりと安心していた時に、ジェニファーが電話を探すアプリを使って、iPhone の位置を取得するようにアドバイスをくれた。仕事帰りのある夜、私はベッドに横になり、そのアプリで自分の携帯電話を検索し始めました。私の電話アプリと私の古い iPhone にまだデバイスとして登録されていることを知っていた。隣を探してとメッセージが出てきた。検索をクリックすると、レーダーはそれがどこにあるかを見つけようとして円を描き始めた。次に何が起こるか予想していなかった。捜索が止まると、なくした電話の場所が明らかになった。それは私の家の近くであった。その時、ふと不明な ID からメールが届いた。開けると恐怖でおののいた。メールに JPEG の拡張子、つまり画像が添付されていた。画像は今着ているのと同じネグリジェ姿で電話を持って立っている私だ。私はそれがスティーブであることを疑わなかった。私の場所にたどり着いたはずだ。クローゼットを開け、身を隠した。しかし、大きな足音が私の部屋に近づき始めた。私の家に侵入者がいて、助けが必要だとテキストメッセージを何人かの友人に送った。隙間から覗き込むと、クローゼットの真正面にブーツが見えた。彼がクローゼットに近づいて、その扉を強く開けた。地獄の鬼のように笑った。あなたは私から隠れることはできません。来い、リリー。いくつかやり残したことがある。私の髪を掴んで、私をクローゼットから引き出した。彼は私の髪を激しく引っ張ったので、地肌から血が流れるように髪の毛を掴み抜いた。彼はその髪の毛の束を狂ったように嗅ぎ、うわあ、あなたはいい匂いがする。ベッドに行って楽しみましょう。彼が私をベッドに引きずり込むために、強引に髪の毛を引っ張って引きずっていった。彼がベッドの上で私に寄りかかった時、私は長い指の爪で彼の顔を引っかき、彼の目をひどくついたので、血が出て彼は怪我をし、うずくまった。男は私に向かって叫び、罵倒したが、私は起き上がって台所に逃げていった。隣人が私の叫び声を聞いて助けに来た。寝室に侵入者がいる。私の隣人は警官が到着するまで野球のバットを握りしめて厳しく見守っていた。警官は私の古い電話を彼のポケットから取り上げ、それを私に返した。警官は彼を連れ去っていった。彼は最後にもう一度私を見ていった。不潔な女性だ。私は自分に責任があることは知っているが。はい、おしまい。花子、
携帯電話をなくしたら大変なことになるから、必ず携帯電話にはロックをかけておくんだよ。あれ？お母さんが帰ってくる前に寝てしまったね。では、皆さんも良い夜夢を。